はい、じゃあまあおたれこ TV をここからまた始めたいなと日曜日恒例のおたれこ TV ですね、はい、第9回目ですね、ここまで。あ、もう9回になりますか。次10回スペシャルですね。10回ですね。いやなんかペースがいいのか悪いのかもなんか中途半端な感じで非常にあれですけども、はい、最近のニュース、あ、まずコルグの、はい、あ、MP3 の話していい？あ、はい、どうぞ。ああ、MP3 の、発表会に行ってきた、MP3 っていいのっていう、セミナーがをやってきました。で、コルグのスタジオエクストリームさん と、はい、スタジオダブリールの、はい、モーニングセットののりくんっていうが、はい、講師で、コルグのスタジオエクストリームで、で、陽介管理が司会でやってきました。三者合同で行われたイベントですね。はい。はい、ということで、それは何かっていうと、ビットレートとか、サンプリングレートって一体何とか、あと MP3 の、320キロとか、192キロとか、128キロとか、96キロとかあるじゃないですか。それの音質ってどれぐらい違うのとか、はい、あとはそれをちゃんと理論的に説明ができできますかって言って、できる人ってそんなに意外といないと思うん で、 そ、 うです、ね、そこに着目してちょっとそういうのやったらどうなのかと、はい、こんだけ、まあ、今 PCDJ だったりとか、うん、その、まあ、コントローラーだったりとか、うん、まあ、セラーとスクラッチライブだったりとか、うん、いろいろそのデジタルの音源を普段使っている DJ の方っていらっしゃると思うんですよね、うん、ただそういう方って実際音質どうこうどうこうってその、まあ、ビットレートがあってビットレートって何ですかとか、うん、サンプリングレートって何ですかって聞かれた時に答えられる DJ の方ってなかなかいないと思うんですよね、うん、実際自分たちが使っているのにもかかわらず、うん、それをよく熟知していないっていう部分がやっぱりそのあったんで、それをなんかイベントでやれたらいいですよねっていう、うん、うん、形で今回開いたということですね。そうですね、はい、なんでまあ僕らってまあ一応音楽のプロっていうことになるんですけど、うん、僕らですら1から100まで話せって言われたら話せれないんですよ、まあ、正直言いますと、うん、そうですよね、うん、本当に難しい話になってしまいますし、うん、1から理論を知っていますかって言われたら僕もそれはすいませんみたいな、うんうん、そうことになってしまうんですけど、なんでまあ僕ら自身も勉強したいなっていうのがあって、はい、それでまあちょっと詳しい子が一緒にイベントやってる子が前から友達の子で音楽、はい、音楽の音楽仙人ですねそうですね、もう道とかそういう仙人とかそういう神様みたいな人がいるんですけど、その子にお願いして、はい、まあ、のりくんっていうんですけどやってきました。はい、で、定員20名ぐらいにしようかなと思ってたんだけど、うん、なんと蓋を開けたら40名も来ちゃってしかもめちゃくちゃ早く埋まっちゃいましたよね。もうわっしょいわっしょいで、もうこんな感じで定員やばいや、定員やばいや、はい、おいでだだだだだだってそんなことないです、そんなことないです、はい、スタジオエクストリームさんちょうどいいキャパで、はい、一番いい、一番大きい部屋をお借りして、はい、はい、お菓子も出していただいてね、そうですね、ハッピーターンとかね、はい、うん、パイの実だったりとか、はい、なかなかいいセレクト、はい、はい、っていう風でやらさせてもらいまして、まあすごい勉強になりました。そうですね、うん、本当にそうですね、僕自身もすごく勉強になりましたね、うん、なんかね、だからちゃんと知っとくになかなか越したことなく、ちゃんと調べる暇がある人は調べたりとかするといいと思います、はい、すごい DJ やる人も結構違う、はい、うん、実際聞き比べ行ったんですよね、うん、そのイベント会場で。そうです、要するに高音質、まあ今現段階で一番いい高音質のその状態のファイルと、まあ、DSD っていうファイル形式と、はい、あとは24ビット96キロヘルツ、いや違う192キロヘルツのと PCM、うん、と MP3、 え違う44.16ビット、16ビット 44.1 CD クオリティですね、 CD のクオリティと MP3300、あれ、あ、192だね、192ですね、うん、はい、まあその MP3 を聞いた時のがっくり感ってなかったね。そうですね、うん、太鼓を叩いてそれで一個一個こう全部に録音していって、はい、で、聴き比べをうーんってやるんだけど、
最初こう DSD で聞いた時、おおいいじゃんいいじゃんって感じだったけど、はい、もう MP3 にした瞬間にこうなんかみんマジか。そう、僕正直結構、うん、その音の違いってわからないんじゃないのかなって思ってたんですよ。いや俺もあそこまで、はい、はっきり出るとは思わなかった、はい、実際、まあ、鳴らす環境って本当シビアだと思うんですよ。上の特に高音質のものになると、うん、やっぱりちゃんとした環境で、うん、ちゃんとした位置で静かな状態で、であの電気とかもすごく綺麗な状態で流れてる中で聞くと、うん、すごく顕著に出てくる、うんと思うんですけど、うん、実際会場っていうのは本当エアコンも入ってましたし、うん、でスピーカーもこう前にこうまっすぐ置いてあって、でお客さんもこの結構もうリスニングポイント違うしね、違いますし、うん、その席とかも バラバラで、そのまあ本当前前列の人と後ろの席の人って大体本当5メーターぐらいありましたよね、うん、多分離れていて、そう、ね、で僕は結構後ろの方にいたんですけど、うん、あのこれで大丈夫かなって正直思っていたんですけど、うん、もう出音出た瞬間になんか後ろのお客さんも、うん、ああ MP3 なーみたいな、うん、がっくししてた姿をちょっと拝見して、うん、あやっぱりこの環境違っててもちゃんと音で分かるんだ、パッと分かるんだっていうのはすごく、うん、比べちゃうとねすぐ分かりますね、はい、やっぱりね、うん、はい、まあなんでやってよかったなと思うし、はい、来れない人たくさんいたんですよね。そうなんですよ、うん、なんでもう一回道内容で、うん、もう工業みたいになってますあの劇団式みたいなキャッツみたいなキャッツみたいなライオンキングみたいな、うん、感じになってますけど、もう一公演やってもいいのかなってちょっと確かに、うん、思いますけどね、はい、うん、本当 DJ の方とかもいらっしゃってお客様で、うん、で実際、まあ、MPC 使っているんですけどみたいな、やっぱちょっと考え直しましたねっていう声も、うん、あのお聞きしたんで、うん、まあ、MP3 の 悪口大会とかじゃなくてではなくて、うん、いいこともいっぱいあるし、僕らもそれはどんどん MP3 も使ってますけど、はい、その実態を知るっていうことですね。そうですね、うん、どう違うのかっていうのは、うん、多分聞き比べていう機会もなかなか普段もあの、うん、されていないと思いますし、うん、聞いてみて、うん、そういうふうにやっぱり違いが分かって、で MP3 よりはちょっとこうもっと音質いいもの使ってみようかなっていうふうに少し心が動いたっていう部分では、うん、本当にイベントやって大成功だったなと僕は思いましたね、うん、はい、ですね、はい、うん、まあ、で楽しかったぞとそういう話なの、はい、まあ最後あのコルグのですね、はい、部長さんまで来ていただいて、そうですね、はい、その方のはっちゃけ話っていう、最後アフターパーティーじゃないですけど、まあ飯食いに行ったんですけど結局で、部長さん交えて、はいはい、もうやんちゃっぷりって言ったらなかったね。もう驚愕の嵐でしたね。ちょっとごめんなさい、ほぼ言えない話ばっかり。そうですね、完全にオフトークでこう YouTube で本当にもうバキュン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 みたいな感じになっちゃうんで、はい、あれですけどね、まあ面白かったね、はい、まあいい思い出ができましたね。できました、はい、本当にありがとうございました。